いや本当に苦しい試合だったんですけど、もう絶対に負けたくないっていうその気持ちだけで、そういう気持ちはプロレスをやってない人も持ってると思うので、やっぱ私は運動神経もそんな良くないし、そういう誰もが持ってる部分でより一層磨いて頑張って、それで今までの結果が出てると思うので、このまま突き進んでいきたいと思います。まあみんなには順調に来たねって言われるんですけど、私の中では本当紆余曲折、もういろんなこと嫌なことや、まあ、もちろん楽しいこともあったんですけど、もう何度もやめようと思ったし、なんでやってんだろうとか、そういうネガティブな部分が、試合とは真逆な私が普段はいるので、やっぱ苦しい期間が多かったんですけど、やっぱまだ今の時点でリングに立ててるってことは、周りの人がいるから支えてもらってるからっていうのが大きいと思います。あ、2年記念試合ってことなんで、もうどんだけズタズタにしてやろうか、ボロボロにしてやろうか、そこに意識を持っていて、序盤は結構連携も考えてきたんで、そういうのは決まったりしたと思うんですけど、やっぱ、2年重ねてきた、積み上げてきた一つ一つのことは、嘘ではないんだなと、今日蹴られて痛みと一緒になんか伝わってきたものがありました。だから、まあ、シングル決まってる前で、まあ、タッグですが負けるっていうのは本当に悔しいことですね。優先賞カバーできなくて、取られて悔しい。自分がテイクアウト取られたので、本当に高橋選手にはすごい勝ちたいっていう気持ちがあったので、自分が取られてすごく申し訳ない気持ちなんですけど、何が何だかもよく分かんなくて、いや私にあのボコボコにされ続けて、され続けてきたおかげで、とても打たれ強くなってるんではないかなと思いました。はい、だけどなんかやっぱ慣れ合いになってしまった2年なんじゃないんですか。もういや、もうキックは優秀選手の方が上ですよ絶対。ただそのあのね、顔ね、やっぱああいう負けるかっていう負けん気、あそこは本当に、私も意外とそうだと思うんですけど、それ以上に強い気持ちを持ってるかもしれないなって思うぐらい、そこですね、気持ちの強さ、そこはやっぱ敵としても認めるところでもありますね。